田中修は、日本の政治家、参議院議員を務めた。福岡県生まれ、佐賀県竹尾市出身。竹尾市立竹尾小学校、竹尾市立竹尾中学校、佐賀県立竹尾高等学校、クレートン大学教養学部政治学科卒業。広告代理店、東急エージェンシー勤務を経て、1987年に、中曽根康弘事務所に入所。 1993年12月より、中曽根の秘書、公設第一秘書、政策秘書を務める。2010年7月の第23回参議院議員、通常選挙にみんなの党公認で、比例区から立候補したが、落選した。2014年3月に、同党から当選していた、藤巻幸男が死去したことに伴い、同選挙におけるみんなの党比例区名簿にて、 11位となっていた田中を繰り上げ当選とすることが同年3月28日に行われた中央選挙管理会の選挙会で決定した。同月31日に当選の旨が告示され参議院議員に就任した。2014年11月、みんなの党が回答。翌12月、参議院会派日本を元気にする会の設立に参加した。二千十五年一月、 日本を元気にする会が政党として届け出られたが、これには加わらず、無所属議員として、参議院会派、日本を元気にする会、無所属会に所属した。2016年1月6日、元気会が参議院で維新の党との統一会派、維新、元気の会を結成した際に、会派を離脱した。同年2月3日、参議院の自由民主党会派に入会。 同年7月の参議院選挙には出馬しなかった。人気満了後一般社団法人アジア太平洋ネットワークフォーラム理事長に就任。ありがとうございます。